今日のタタドも楽しかったね、みんな。OMC すんじゃねえよ、タタドも楽しかったね、つってんだよ。That father is 10 men down! 楽しかったね。はい。それでは、風呂行くぞ。あー、小鳥さん、お風呂着きました。今から入るのは、港湯です。弓ヶ浜に来て、弓ヶ浜温泉港湯に入ります。はい。到着。なかなか、趣のあるお湯ですね。お風呂です。港湯。チェックイダウン。なんと、リーズナブル？あ、ちょうど入れ替わりなんじゃない？やったーラッキーラッキー、お世話になりまーす。小鳥さん、いいお湯でしたね。港湯、弓ヶ浜温泉港湯、超めっちゃおすすめ。あのね、お風呂のおかみさんたちがすごく優しくて、あの素敵な人たちでしたね。みんな共有、また来るよ、絶対来るよ、絶対来るよ。今夜も月が見てる、うわっ。というわけで、今夜は車中泊、板浜のビーチですね。今日はですね、まあ普段ご飯作ることはやらないんですけども、今夜は今年最後の車中泊ナイトということで、鍋をやろうということになりました。はい、葵さん。さあ、母ちゃん、はい、今夜は何鍋でしょうか。塩豚骨鍋と担々鍋を作ってくれるそうです。はい、今日はアウトドア鍋です。なんと鍋第1弾できました。サンキュー母ちゃん。実食しましょう。まず第1弾は、塩豚骨、塩豚骨鍋をいただくぜ。おいおい、塩豚骨鍋を食おうぜ。小鳥、塩豚骨鍋を聞いてなかった。 Thank you 母ちゃん。いただきます。いただきます。実食白菜が美味しい。鶏団子、鶏団子いただきます。あ、美味しい。ハフハフだね。あ、ハフハフ、めっちゃ美味しいよ、母ちゃんこれ。うん、一流巾着、美味しいじゃん。うん、本当ね。さて、第2弾は担々鍋。Here we go。 完食、ごちそうさまでした。いや、たまにはね、車中飯はやっぱ興味ないけど、たまには車中泊の中にご飯を作って食べるっていうのも入れてみても楽しいなってことを改めて今日気づきました。ただ車中飯じゃないですね、外で作って食べたんで、とっても美味しかったし、波の音聞きながら食べるご飯は格別でした。時刻は12時過ぎです。もう起きてんのは父ちゃんだけです。というわけで今夜はもう寝まーす。ない。なかなかのダンパーだねこれね。橋は壊れてなかった？よかった。覚えてる。入り田浜の朝です。波はちょっとやばいな。サーフィンできそうな波ではありません。朝ごはん食べ終わっちゃった。取るの忘れた。みんなで海入りましょうかね。青、海入ろうぜ。いや海入ろうぜ。なんでだよ。No, I don't. No, I don't. No,
いたん。小鳥さん、今年最後の海入りましょうよ。いや、ブルーリシャス。水が超きれい。海水もあったかい。小鳥さん、常夏の子みたいですね。かわいいですね。これあら、なんか常夏ガールじゃないですか。夏、ココナッツ。よーし、これで水トリップおしまいだ。帰るぞの大好きな伊豆伊豆田浜また来るぞありがとうバイバーイ白浜ヤッホービーチがすげーないビーチがないうわー相当持ってかれてる白浜僕たちのナンパビーチ、ナンパリゾート白浜、またねー。ここはですね、小ヶ崎ウィングっていう展望台ですね、峠の上の。景色最高です。どうぞ。じゃーん。やばーい。伊豆の先っちょの方まで、全部丸見えです。いいでしょ？伊豆来たらぜひここで、写真撮ってください。さあまた妻が激レアなお食事どころを見つけてくれました。ここです。じゃん、中華料理の自販。こんにちは。おー、なかなかな昭和感。これ肉チャーハン大、なかなか激レアな味です。おー、美味しそうなのができそうだ。イエ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 イ。本当はこれだ。河津あゆなきそば。これが名物だったんだ。俺の肉チャーハン。超大盛り。ことにも、肉チャーハン。いただきます。うん。美味しい。ご飯がパラパラ。美味しいでしょ。青の焼きそば。青の焼きそば。いただきます。ありがとう。いただきます。じゃあおにぎり。あゆのおにぎり。泣き飯。泣き飯。はい。わさびで辛くて泣くの。あ、こっちのわさびだね。なるほど。かわさびの辛さ。チャーハン美味しかったです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。俺ごちそうさま言ったよ、もらった。言った。あ、そっか。美味しかったね、ほどり。中華一番。
河津の中華市場、おすすめおすすめ。レストランめっちゃうまかった、チャーハン。この人が肉チャーハン頼んでたか間違いない。そうだね、うん、めっちゃ美味しかった。よーし、帰ろう。さあ、では今から約5時間ぐらいですかね、かけて我が家に帰りましょう。なかなかな弾丸トリップだったぜ。さあ皆さん、動画の中で見えるでしょうか、すんごい車を発見してしまいました。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃんちゃかちゃかちゃかちゃんちゃかちゃんちゃか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 ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃか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 ちゃん、エレクトリカルパレードな車が今前方を走っております。すごいです、すごいね、これアウトライン綺麗に LED が配色されています。しかしなぜ後ろのサインがバドワイザーなのかは不明です。バドワイザーがスポンサーしてるのでしょうか。そんなわけありません。あ、下のイルミネーション綺麗、道路のイルミネーションが綺麗です。めちゃめちゃ綺麗です。これはさ、走っていいタイプなの、悪くはないのか。ハートだ。ほら、メッセージ出て青いの。どこ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 。ほら、ほんとだ。ダメよー。ダメダメーって、これまた古いギャグです。あ、やばい、僕のライトを消したら、いい感じで、イルミネーション。もうハロウィン過ぎちゃったけど。まあ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 、一年中ハロウィンなんですよ、この車は。いやー、渋滞頑張って走り抜けた甲斐があるね。なかなかな車に出会いました。よかった。奇跡だ。奇跡です。サイドまできっちりこうボディのアウトラインにね、綺麗に LED テープを張り巡らしてる感じで。まあもうここまで来るとね、なかなかなものだと僕は思います。なんつうの？あんたバンライファーとかもさ、これぐらいやったらいいわ。やらないわ。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。